はい、今日のゲストはですね、ジロキさんです。いや、ですね、やっぱほら、年配者からですね、聞くのが一番いいんじゃないかと思ってですね。それともう一つはですよ、加護馬弁のイメージっていうと、昔のね、やっぱテレビとか映画でおなじみの、あたいはごわいな、西郷隆盛具合っていう辺のイメージはですね、やっぱり次郎吉さんなんですよ。で、次郎吉さんにはですね、不思議なあれがあってですね、鹿児島市内でずっと育って、私たち同じようなですね、いわゆる荒い鹿児島弁を使ってるんです。ですよね、次郎吉さん。ご安堵。だけど次郎吉さんには、私の喋り方はできますか？どげなふいごひか？いや、ちょちょな次郎吉さん、私がちょっと真似をしますからね。ないがいけ。あえた。今日は何もすごじゃね。もうこのまま寝ろかいね。おう、いいようができもんど。なんか次郎吉さん、ちょっとあれじゃね、いいよどみやせんですか？いやいやな、じゃしと。おまんさがまねをな、数回ちょもってな、愛したどんな。やっぱちと、愛じゃんさいな。やっぱり、今、かごまめは、しゃべりにきわしとな。あ、でしょう。ですからね、いや、次郎吉さんはそのパターンで言ってください。よしごわひか。あ、意見書、だけどですね、次郎吉さん、あれなんですよ。思うのが、次郎吉さんの喋り方で次郎吉さんが何を言ってるか分かるかなって思ってんですよね。あ、じゃんさいな。じゃどんかう。そう、分からんと声がよかったちごんそかい。あ、鹿児島弁が分からん方が。はい。おまんさがよかん言わんさを。なんちゅうかな、おまかせテレビさんが。おまかせさん、おはんのこっちゃが言う言葉をかごんまべんち、おもちょしも親やろからな。ですよ。ほんならですよ、スピードラーニング系なんかありましたよ。ないごひこさ、いや、英語を全然わからんでも、こう聞いちょればだんだん分かってくる。ちょっと待ってくださいね。ないごごひこ。いや、ちょっと、ここスマホがありますから、それで今言葉がまあごちょらんか、ちょっと調べていますからね。英語スピードラーニング。あ、ですよですよ、珍しくまあごちょらんかった。スピードラーニング、ないがひか。いや、さっき言ったでしょう、もう全然わからんでも分かろうと思ってこう聞くわけですよ。先すればなんとなく分かるってあれがあるじゃないですか。ああ、さあ、よか歓迎ごわんさいな。ほいでですよ。ほんだら、次郎吉さん、いいですかね。あ、よしごわんど。あとはもう、いってよしごわんど。おはんないな。おまかせさんの喉を潤わせんでよかとがひか。あ、ちょっと待ってください。あ、そうですね。ちょっと待ってくださいね。なよのめったとがひか。あ、これですか？これはね、紅茶。あ、紅茶な。レモンティーいかないかしちゃったと。いやいやいや、もう、はい。ただん紅茶。メーカーはな。リプトン。あ、一般やしやいな。一般やしとかどうかはわからんですけどもね。まあまあ、もう冷えちゃった。1センチぐらいしかなかったですからね。ジロクさんは飲まんでいいんですか？いや、あたやな。さっきも飲もしたと。もう与えなごちゃな、かまんでよしごわんど。あ、ですか。ほいでないな。今日はあたや、だよしゃべればよいかとわんどかい。あ、あれですよ。鹿児島市内で生まれ育って、あれでしょう、18ぐらい、高校を卒業して東京に行くまでは、私なんかと一緒みたいな感じで、あ、やけあ、どけってよ。あ、おいや、今が天文館よ。ないしよ。にゃ、あ
あそこで、映画見よ。どこよ。第二文化。あ、そうや。俺も行こうかね。ほんなよ、帰りによ、乗り地でラーメンを食おうや。じゃねえ、よかねえ。っていうような喋り方をしよったんですか。じゃあしたどうもがっつりそげんごはした。ないな、おまんさんも第二文化な。ですよ、あの、第、ほら、文化劇場ちょったですかね。いや、覚えちょうはん。あ、ですよね、はっきり覚えちょらんですよね。私なんかもう文化、第二文化で愛しよったですかね。劇場についちょったけ、劇場についちょらんような、ね。まあ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 、そういうのったら吉湾が、他のほら、リスナーの方が、おまかせテレビさんのとは一点こう鼻が右行ったり左行ったりすらいねえち、いう人がおやかんしんでない。あ、ですよね。そういうのはですよ。そう、こんまやどこぎ聞きましたっけ、どこぎ言いましたっけな、ないやしたっけな、あいやしたど、あたいがそう初めて東京に行った時の会社で、自己紹介すとき、あたいばっかりが、私は鹿児島、こんにゃこげな喋り方じゃごはんかったな、要するに、標準語でごはんな、私は鹿児島から来た丸丸丸丸です、よろしくお願いします言うたぎな、その東京名護住んじょ人が、おい丸丸くん、君はまるで江戸っ子だねって、いやそう江戸っ子ちゅう話が出てこんかったたちごけ、あじゃあしたけな、すま今あたいが作りましたが、まあそれはいいんですけど、あれですかね、いやあのあれですよ、次郎吉さんの喋りの邪魔をするつもりはないんだけど、リスナーの方としてはそのなきゃアナウンサーが言うと聞きながら言葉をこう修正しちゃったじゃでしょう。だからそれはもうリスナーさんも知っちゃうわけです。だからそのカゴンマ弁なまりをなくすために標準語になった。もう一回確認しますよ。そう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 、いやすいません、次郎吉さんはもうぶっつけ本番でいきますからね、あジャンドジャンド、あたいもなぶっつけ本番の方がなしやしと、なんかこうメモ用紙書いたりすりゃな、そっちに目が一斉を気がいかんごなってやな、ですよ、ほいで、あほら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 、もう話をけんするないごてな、おまさがないごてけ、こう今こうあないけ言葉に詰まったか、リスナーさんの視野なぐろかいって思うかもしれんで、あたが言うておかけ、あいいですよ、今なおまかせさんはな他んな番組を番組じゃごはんな、こは何ちゅうとこは引くわ、次郎吉さんがやったみたいに他のね YouTube を見ながらね喋ってるとこなんですよ。だけどいいでしょう、あの我ながら自画自賛バカパさん声ばっかやら結構喋れるようになりましたよ。あ話変わりますけど、つい先ほどですね、同じ YouTube 仲間の、薩摩の少年ジジイチャンネルのしげちゃん、しげぞうさんですね、しげちゃんさんからですね、よかん一人喋りができるですねって言われたんですけど、おかげさまでですよ、この「ノンストップドライブ」にこう何ですかね、アフレコをつけている間にですね、いつの間にか喋られるような喋りができるようになった。あ何ですか、いやいやこっち次郎吉さんが袖を引っ張りやもん、何ですか、あ分かりました、あのまた話がずれるうちやったですからね、ほいで何ですかね次郎吉さん、あたいがほらないごてそん、せっか覚えた標準語をまたそんおまんさが言うところの、何やしたっけな、宮の城、宮の城はしたっけですよ、昔の薩摩軍とか入り木も入るんですかね、祁答院とか、それから要するにあの時代劇とかですよ、テレビのああいうところで。
私は具合いいな、かごままれごわんさおう、みたいな喋り方をできるのはですね、次郎吉さんばっかりですからね。だから、あ、次郎吉さん、ちょっと待って、これね、今ね、YouTube を見ちゃったら、YouTube がですね、あのコマーシャルになった。ちょっと来よう。いやいや、コマーシャルになるとですね、気が散るんですよ。ちょっと待って、これね。ああ、また元に戻った。いや、これ、本当、リスナーの皆さん、あれですよ。リアル、リアル。リアルにね、現実と、それと、次は何を喋ろうかと思ってあれしてるんですけどもね。あ、ですよね、その次郎吉さんが、その今ちょっと、ちょっと待ってください、次郎吉さんね、もう今12分ぐらいですがよ、意見者しな、いやもうあれしましょう、あれしましょう、ちょっと続けましょう。その次郎吉さんがですよ、その東京では営業やったですよね。じゃあしたどう。おいで、成績はいけんやったんですか。いやいや、しわしたどう。あたいやな。真面目やしたでな。もう、トップとは言わん、言いもはんどんな。いや、ちゅんがな、あたいなんかな、会社はな、営業マンがな、60人ぐらいおやせやんかったっけ。その、最高が18番ぐらいになりもしたっけな。あら、結構成績良かったんですね、ジャンド。ちゅうてもな、あたいがな、あ、才能がどうこうじゃごはんと。いろんなな、先輩からな、もぞ学校やったでな。ああ、ですか。そして、その先輩の中に、あたいはごはんな、っちゅうなの、しゃべる人がいたとですか。いやいや。いや、カゴンマの、カゴンマ氏もしたもんな。そげな、言葉を使った大もお芋はん、お芋はんじゃしたぞ。へえ。ほんで、あ、そうだ。ちょっと素朴な質問ですけど、次郎吉さんがその、今言うような喋り方をするまでには、どれくらいかかったんですか？どれくらいじゃ人、いやいや、その東京行って営業マンになりやったわけでしょう、じゃ人で、それからまあ何かきっかけがあったとでしょう、じゃしたと、おいがな、いけんしもん、そかい、そこに行く過程をずっと喋ればな、3年ばっかりかかんど、3年かかるんですか。じゃあ人、あたいがな、東京一世な、いや3年じゃごわん、12年ばっかりかかいもんど、十何年じゃんど、何年ごわそうかいな。いや、あんまそれおまさか詳しきかっとな、あたいが方の記憶がな、あれ、行きやったっけ、12年やったっけ、15年やったっけ、8年やったっけ、自負なもんで、まあそれあんまり米骨機関を知ったもはんどかい。あ、いいですよ、いいですよ、いいですよ。そういうならですよ、きっかけになったとこからでいいですけど、そういうよ、教えてくれやらんですか。あ、じゃあしょうがんど、もうな、あたりもサッカーそのつもりやったどんを、おはんがほら、話がなごーなごーなったもんごはんでよ。あたいがほわもかまいもはんど、何時間でんだ、しゃべりができもんど。ちょっと待ってください。その、きっかけになったことを話すのも何時間ってかかるんですか、ジャンド。あらま。あらましない僕がいか。いや、どっこなんでんですね。その、一つのドライブ動画にですよ。まあ、20分。自分がいっぱいなんじゃないかな。いや、あたいがほうかまいもはんど、5時間でんな、6時間でんな、ずっと喋りができもんでよ。ほんならですよ、そう、まあこうしましょう。意見しもしか。いや、とりあえずは今日はこの予告編、おまんさを予告編がすっじゃんさいな。いや、そういうわけじゃないんですけども、
今ですね、あいですが、今見てる動画、YouTube のですね、あれもね、そろそろ終わりですからね、この動画もですよ、一旦はここあたりでっちゅうことにしましょうかね。よし、ご安どう。ほんならな、皆さん、またご安そう。